やるしかないか。こりゃまずいかも。オンスケでノックアウトかな。アイドー。さあ、ヒアリングの時間だ。よし、アジェンダは確認してるね。つまり、例えば、それなら、例えば、つまり、それなら、よし、もらった、それなら、つまり、それなら、つまり、それなら、盛り上がってきた、その調子だぜ。バッファを取りすぎたか。続けていこう。なるほど、ありがとう。参考になったよ。よし、もらった。さすがリンド、世界も貢献してますが、いい感じです。終わりだ。さあ、新しいプロジェクトを立ち上げよう。バズらせるんだ。なんか始まったぞ。おやします。順調です。燃えろ。やってやったぜ。すごい。どうかな。まさか。元気、盛り上がってきた。さすがですね。順調です。完璧。そこだ。こんな感じか。目標達成だ。させない。やりますな。ありがとうございます。タイミングバッチシ。順調だな。どうかな。こりゃー、こりゃー。まあ見てて。させない。よ、目標達成だ。増援ですと。関係ねえ、全員倒す。やりますな。これがリアルの厳しさ。リンドー君、どうかな。終わり。これこんな感じか。でかした。俺ら一回転じゃん。まあまあかな。あれ、よし、もっと手広くしっかりバズらせるんだ。ずっとスマホをいじってるやつがいるな。よし、もらった。調子いいじゃん。あと、なんつった。は、いざライル。させない。終わりだ。俺に続いて。いい感じです。当然の出来栄え。さすが。タイミングバッチシ。さすがですな。燃えろ。まだまだ。俺に任せとけ。完璧ですね。よっ、そこだ。さあ、させない。終わらせましょう。我々の勝利ですな。やつらに。なんだよ、調子出ねえぜ。くっそー。天罰てきめん。今さら黒猫帽子を倒す気にはなんねえな。なんか嫌な空気。元井さん、信じてたのに。ってもう一回言いたいのかな。
失敗しちゃったよ。君たちより先にターゲットを倒す計画も死神になる計画も。バカじゃん。あんたなんか死神になれるわけないでしょ。なるんだよ。俺はそのために動いてきたんだよ。俺たちに嘘ついて騙してですか。そうだね、リンドー君。だってルーインに勝てるはずがないでしょ。一時的にトップになったとしたってすぐに覆されるよ。そういう相手なんだから。残念だったね、モトイ。昇華に勝てたらいいタイミングかと思ってたのに。クボーさん、死神入りはちょっと絶望的だな。待ってください。昇華が死神の立場を利用してツイスターズに加担したのは明らかな不正だ。その裏切り行為の情報を渡したのは僕ですよ。死神のメンツを守り危機を救ったも同然でしょう。じゃあもう一回チャンスあげようか。いい加減気づきなさいよ。死神にする気なんかあるわけない。裏切り者が裏切り者にアドバイス。うるさいんだよ。どうせこいつの話シーバさんにしたことないでしょ。え、それはさ、実力を見てからの話だし。私を倒した実力だけで死神にしてやれる。それじゃあルイン。そうか、そのくらいにした方がいいね。シーバは怒ってるよ。ターゲットにされてまだ分かってない、深刻な事態だって。今謝れば許してくれるかもしれないの。俺たちに加担って。昨日のヒント、もしかしてあいつだったのか。どうするか決めるのはお前だけど。あの久保さん、話は通っているんですよね。ちょうど今日話してやろうかって思ってたよ。けど今回の感じじゃ無理かな。あ、また来週再試験にしよう。再試験？来週って僕は最下位ですよ。来週は参加できるかわからないじゃないですか。いやそれは頑張ろうよ。お願いします、昇華とここでもう一度戦いを。しょうがない。それじゃツイスターズも相手にして勝てたら見事。ツイスターズも？さっき結果出たばっかじゃん。でも戦いじゃなく情報の価値として高いものでしたよね。死神の裏切りを暴いたんですよ。あなた方が危険な目に遭っていたかも。元井君、今それ問題じゃないね。勝てないの？無理ならこの話終わりなんだけど。複雑な気持ちですね。はい、そろそろ時間だ。今日のゲームは標的討伐失敗と、結果はまた通知されるから。それじゃあ久保さん。こんなことってもうおしまいだ。元井さん、一つ教えてください。アナザーさんの頃も人を騙すとか普通だったんですか？俺はあなたの言葉全部好きだった。僕も好きだったよ。あれは僕が考えたんじゃないけど。え？全て拾い物だよ、全世界のユーザーからのね。全世界？それパクリじゃん。そうじゃないよ。いい言葉も面白い冗談も埋もれて流れて誰の目にも触れずに消えるんだし、消えるくらいなら利用した方がいい。そうでしょ？廃品回収、リサイクルだよ。そんな、みんな喜んだし、僕はそれで仕事をたくさんもらえた。誰か不幸せだった？でもそんなあなたとしての過去には戻れず、死神になるって未来も絶たれた。あとは消滅を待つだけだ。失礼するよ。標的討伐チームは該当なし。トップチーム、ルー。
リンド、今日はほっといてやろうぜ。賛成です。ねえ、おーっす、リンド。始まるな。緊張してきましたな。トップからルーインどもを蹴り落としてやるぜ。ああ、カノンさんから連絡来た。何何？今日もススキチが渋谷をうろつくから、俺たちはそれを追いかける。でもすぐ戦わないでって。ん？戦うなってことか？ルーインのメンバーは基本別行動だけど、一人が窮地に陥ると必ずもう一人が現れるのよ。そういえばビートさんの時も。だからススキチを見つけたら戦う前にまず連絡して。私がつぐみの足止めをするわ。私が彼女と接触したらシーバから通知が行くはずよ。そうしたらすぐにススキチを倒して私のところに来て。情けないけど私たちではつぐみに勝てない。でも必ずススキチへの合流は阻止するから、トップを取ってゲーム離脱を勝ち取りましょう。到着を待ってるだって。じゃあ軽くやっちゃいますか。軽くはないと思うけど。軽くはないですな。あ、来た来た。最終日、強者の引きずり落としに最大評価を与える。ルーインのリーダーか。どんなやつだ。腕が鳴るぜ。来た。緊張してきた。ナギ戦しっかり。あれ、モトイさんから。モトイさん、なんて。モトイさん、こうなったら最後のあがきをするしかない。何するつもりだ。フーヤたちと同じようにルーインに立ち向かいます。お互い頑張ろう。喉の渇きは水を飲めば楽になるよ。これ元井さんが勝っても負けても面倒じゃない。新たなる最悪。ナギ戦しっかり。先に元井さんを探そう。変に動かれて邪魔されると嫌だ。とりあえず返事送っとく。元井さん、俺たちもルーインを探してます。返事なんて送った？戦うのは待ってくれって。聞いてくれっかね。あれ、俺たちを助けてくれたんだよな。そんなイメージなかったけど。つか、どう話しかければいいんだ。仕事？別に。そう、じゃあ監視か。私さ、もう死神じゃないんだ。え？どういう？ただの能力者になった。まあ、追い出されたって感じ。暇だったから見に来ただけ。バイ。ちょっと。死神じゃないってどういうことだよ。
あ、うん、おい、え、は、うむ、邪魔者ですかな。どいつからぶっ飛ばしてやろうか。はあ、ほう、決まった、さすがですな。よし、順調だ、続けていこう。おりゃおりゃ、くらえ、ど、よ、た、つい、え、サンキュー、もうやめて、テンション上げていこうぜ。完璧ですね、息ぴったりじゃないですね。飛んでけ。終わりだ、暴れ足りねえな。まずまずじゃん。大丈夫か。ありがとう。死神がノイズに襲われるとは。いや、違うらしいです。違うってなんだよ。もう死神じゃないって。マジ。まあマジだけど。あのさ、行くとこないのか。は、渋谷にいたら行くとこなんかいくらでもあるじゃん。そういう話じゃなくて、昨日言ってたことだけど、俺たちを手伝ってくれたんだろ。まあね、だってつまんなかったし、いつもルーインが勝ってるし、ゲームなんて何の意味もないし、参加者はそんなゲームに付き合わされて消えるだけだったじゃん。そうだな。でもあんたたち結構うまくやってて強かったから。ん、消えんのはなんかもったいないし、トップ取ってゲーム抜けたらって思って、ってわけ。それじゃね、バイ。あ、ちょっと。何、助けてもらったんだよな。だから死神じゃなくなったってことは参加者と同じってことで。それだと一人じゃ大変だろうし、死神になれたっていうことは、それなりに強かったって。何なの、もう言っていい。仲間入れば、ツイスターズ。は？仲間はできるだけ増やすべきだし。本気？それ他の人が嫌なんじゃない？ああ、いや俺は別に、一回助けてもらってるんだし。リンドウが自分で決めんの珍しいし、いいんじゃない？元死神がさらに追加、戦力的には魅力です。裏切ったりしねえならいいんじゃねえか。嫌だったら別にいいけど。別に嫌じゃないけど。じゃあ言ってあげてもいいよ。はい、私のアカウント。うん。でも、ん、私さ、あれ、なんか来た。元井さんだ。また画像来てる。よし、探そう。早いとこ話つけようぜ。あんなやつ探すの？動かないでくれって言いに行くだけだよ。どういうこと？今日俺たちはルーインを倒す。それを邪魔されたくないってこと。そうなんだ。早く行こう、ススキチも探さないと。ねえ。ん？声かけてくれてありがとう。いや、まあ、それは本当の気持ち。わかった、じゃあ行こう。
涙とは体の中にあった水だよ。ん？よし。